お前もか。子供の頃からなぜか私の周りにはいつも猫が寄ってきた。学校の帰り道やお使いに行った先、公園でブランコに乗っている時、河原を散歩している時、どこからともなく猫が寄ってきて私をじっと見つめるのだった。猫に好かれる特殊な匂いを発しているのか気になるところだ。あんたが教えてくれたの？歌丸師匠ありがとう。おばあちゃん、また新しい猫が庭に来たよ。猫が寄ってくる人というと聞こえがいいが、猫だけが寄ってくる人というのは問題だ。私は人間にも寄ってきてもらいたい。最近目標を作った。目標は紙に書いて目に留まるところに貼っておくとよいと誰かが言っていた。さてと、行ってきます。おばあちゃんが死んで2年になる。猫、貸してもらえます？はい。どの子もみんないい子ですよ。私が保証します。ま、そもそも悪い猫なんていないんですけどね。そうね。この三毛は
元気いっぱいな1歳で、このチャトラは穏やかな14歳おばあちゃん猫です。で、このすみっこのサバトラはちっとブサイクなボス、気は優しいが力持ち7歳私、このチャトラをお借りしたいわ。おばあさん同士仲良くなれそう。レンタルにあたって猫たちが気持ちよく過ごせるか審査があります。審査？悲しいけど小さい動物をいじめて楽しむやつがいるんで、審査に合格しないと猫を貸すことはできません。大丈夫かしら。まず私がお宅にお邪魔して猫が住みやすいお家かどうか確認します。どうぞ。うわー、お前こんな広いとこに住めるんだって。思いっきり日向ぼっこできるね。ももこちゃんっていうの。主人が亡くなってからずっと二人きりで仲良く過ごしていたんですけどね、去年死んでしまって。そうですか。どうぞ。どうぞ。息子がまだ小さかった頃、これが大好きでね、喜ぶ顔が見たくて作っていたら、今では私がやめられなくなって。いただきます。うん、おいしい。一人ぼっちになってしまって寂しくて寂しくて、でも私この年でしょ、もう今から新しい猫ちゃんを飼うわけにはいかないし、我慢するしかないって思っていたんですけど、遠くからあなたの声が超えてきて、ももこちゃん帰ってきたみたい。審査は合格です。よかった。じゃあこれにサインを。
もしも私が死んでしまった時はあなたにお返ししてもいいのよね？もちろんです。レンタルですから。あなたがまたこの子を見てくれるのね。見捨てるようなことは絶対にしません。じゃあ安心していけるのね？はい、安心して行っちゃってください。これでいいかしら？はい、問題なしです。お支払いは。ああ、そっか。じゃあとりあえず前金としてこれだけお願いします。1万円。あ、いや10万円。まさか1000円です？そんな高すぎます？ええ、安すぎます。そうですか？私にぴったりな猫ちゃんを貸していただくんですもの。いいんです。でも大丈夫なの？ん？生活とか。え、困ってるように見えますか？ちょっとだけね。それに変わったお仕事してらっしゃるし。やった、もう全然困ってませんよ。私レンタ猫屋の他にもちゃんと仕事してますから。何の仕事？株です。毎日億単位のマネーが行ったり来たりしています。そう。ええ、すごいのね。小さい頃から株だけは得意なんです。小さい頃から？はい。じゃあまた猫の様子見に来ますね。どうもありがとう。ありがとうございます。あ、万が一猫に何かあった時はすぐに連絡してください。あと万が一あなたに何かあった時も。はい。可愛がってください。ちゃんと穴ぼこ埋めてくださいね。心の中の寂しい穴ぼこ、この子がしっかり埋めてくれますから。じゃあな、仲良くするんだぞ。じゃあ失礼します。どうもありがとうございました。ねえ、これ嗅いでいいか？うん、そっか、だよな。嗅いだ。うやっ、よし来たー、やった。
天才だな。たまらん。たまらんな。こんにちは。あんたの前世はね、セミだよ。知り合いに調べてもらったんだよ、あんたのこと。あんたの前世はね、セミだってさ。だから猫ばかりが追っかけてくるのさ。そうなんですか。少しは人間の男にも追っかけられないとね。まあ無理な話だけど。なんで無理なんですか。だってあんたの前世はセミだもの。花は赤いわ、空は青いわ、私の気持ち。人が気にしてることをずけずけと。あのババア、絶対許さねえ。ふん。だいたい、なんで人の前世かって調べてんだって。レンタ猫屋です。そうですか、すぐ行きます。はい。何？レンタ猫屋です。猫を引き取りに来ました。ああ、猫ね。さっさと持ってってくれる？俺、猫アレルギーなんだよ。はい、ごめんごめん。うん。それで？こんないい場所にあるのに、そんなもんしかならないの？一等地なのに。うん。え、何？壁に？ひっかき傷？ああ。だから猫なんて飼うなってあれほど言ったのにさ。うん。お袋全然言うこと聞かないから。俺に言われたってわからないよ、そんなこと。うん。まあいいや。じゃあまた連絡するから。うん。はいはいはい。ここにいたんだ。おいで。おいで、おいで。ももこちゃん、ももこちゃん。かわいがってもらったんだ。よかったね。帰ろっか。うわ、なんだこれ。わあ、何がおかしいの？いえ、別に。どうやって処理すんだよ、こんなものは。あの、一個もらってもいいですか？失礼します。
見て、穴ぼこ埋まってるよ。おはよう。よっ。よいしょ。雨に。心も雨降り、よいしょ。あんたの心も雨降り、よいしょ。歌丸師匠も雨降り、小さい頃、おばあちゃんは本当に猫と話ができると思っていた。おばあちゃんと一緒に道を歩くと、必ずと言っていいほど猫がついてきた。おばあちゃんはなぜかいつもエプロンのポケットに煮干しを忍ばせていて、それを猫たちにあげるのだ。お、違った。いい猫さんだね。あ、そう、あんた木村さんのお宅の子なの。ふーん、あそこにはいたずらっ子がいるから大変だね、などと本当に猫と会話しているかのように話をするのだった。またお前か。私も最近おばあちゃんに習ってエプロンのポケットに笹かまを忍ばせている。最近の猫は舌が肥え、煮干しよりも笹かまだ。贅沢者ね。おばあちゃん、パイナップル買ってきたよ。仏壇にパイナップルって似合
合わないぞ。うん、お仏壇と猫は似合うのに。まあいっか。はいはい。ふわ。最近目標を壁に貼るようにしている。目に留まるところに貼っておくと良いそうだ。さてと、私に猫が寄ってくるのはおばあちゃんからの遺伝だと思う。うわ、猫好きでしょ。好きですよね。わかりますか。猫好きの顔してます。そうですか。寂しい時は猫が一番です。貸してもらえるんですか。もちろん。レンタ猫ですから。レンタルにあたって猫が気持ちよく過ごせるか審査があります。審査。悲しいけど小さい動物をいじめて楽しむやつがいるんで。審査に合格しないと猫を貸すことはできません。まず私がお宅にお邪魔して猫が住みやすいお家かどうか確認させていただきます。でも僕一人暮らしですよ。ん？若い女性が見ず知らずの男の家に来るなんてどうかと思いますが。大丈夫。あなたは悪いことをするような人じゃない。どうぞ。お邪魔します。どうぞ。何にもなくて。僕そんなに寂しそうに見えました？はい、とても。そうですか。
実はね、6年間ずっと家族と離れて単身赴任だったんです。でもやっと来月家に帰れることになったんです。じゃあ嬉しいはずじゃないですか。そうですよね、嬉しいはずなんですけど、でもね、あ、その写真の時娘は7歳でした。可愛くてね、僕が家に帰ったらパパって抱きついてきたりして、本当に目の中に入れても痛くないとはこのことだって思ったりしました。僕は猫派なんですけど、娘が犬が欲しいって言って誕生日にもらってきたんです。ゴンタって言うんですよ、その犬は。それで先日家に帰ってまたママとマリちゃんと一緒に暮らせるねって娘に言ったら、言ったら喜んでもらえると思ったら、思ったらものすごく嫌な顔してって言ったんです。あの可愛かったマリちゃんがって。それで僕、嫌なのって聞いたら、聞いたらだってパパ臭いんだもんって、ゴンタみたいな匂いがするって、いやむしろゴンタよりヤバいって。それ確かに僕もこの6年で年を取って加齢臭が増したのかもしれません。僕が脱いだ靴下なんかもうこんな感じですか。あ、女の子にはそういう時期があるものです。その時期が過ぎればまた仲良くなりますよ。でももう抱きついてくれないんだろうなと思って、そんな可愛かった時期を僕は一緒に暮らすことができなかったんだと思ったら、もう悲しくなってしまって。いつの間にか娘が大人になってしまったような。子猫はねすぐに大きくなるんですよ。もう食べちゃいたいくらい可愛い子猫がほんの3ヶ月後には口に入らないくらい大きくなってしまうんです。きっと人間の子供も目に入れても痛くなかったのに、いつの間にか目に入らないくらいになってしまうんですね。もうちょっとゆっくりって願っても待ってくれないし。寂しいな。この子、臭いものが大好きなんですよ。え？玄関にお客さんの靴がずらーっと並んでると、わざわざ一番臭いのを選んでその靴の上に乗っかるんです。それはもう至福の時って顔して。じゃあおじさんの加齢臭とか喜んでくれるかな。喜んでくれますとも。あんまり嬉しくないけど。審査は合格です。じゃあこの子貸してもらえるんですか。はい。じゃあこれにサインを。あ、はい、あ、すいません。これでいいですか。はい。
問題なしです。お支払いは？あ、じゃあとりあえず前金としてこれだけお願いします。1万円いや10万円まさか1000円です。え、そんな高すぎます？いや、安すぎです。そうですか？だってこんな可愛い子貸してもらうんですよ。いいんです。でもそれじゃあなた困りませんか？ん？生活とか。え、困ってるように見えますか？まあやだ、全然困ってませんよ。私レンタネコ屋の他にもちゃんと仕事してますから。え、何を？占い師です。ものすごく当たるって評判です。玉川の母って言われています。そうなんですか？ええ、小さい頃から占いだけは得意なんです。すごいな。じゃあ今度僕のことも占ってもらえますか？人気あるんで、すごい並んでますよ。待ち時間は約1時間半です。それにあなたの場合は占いしなくても大丈夫。え？占いに来る人はね、もっとこうドヨーンとしています。暗くて長いトンネルに迷い込んでしまって抜け出せないような。あなたの場合は、うん、ほんのちょっと寂しいだけ。寂しい時は猫が一番効きますから。じゃあまた様子見に来ますね。 ありがとうございます。じゃあこれ、すいません、1000円。猫に万が一何かあった時はすぐに連絡してください。はい。ちゃんと穴ぼこ埋めてくださいね。あ、そっちの穴ぼこもだけど、心の中の寂しい穴ぼこも、その子がしっかり埋めてくれますから。あー、じゃあな、仲良くするんだぞ。じゃあ失礼します。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございました。猫臭い。ん？おじさんも臭いか。本当？では歌丸師匠お願いします。見えました。あなた、若い男にたくさん貢ぎましたね。その彼は全くあなたのことを見ていません。見ているのはあなたのお財布。別れなさい。こんにちは。170センチ以上背のある女はね、昔から男にモテないんだよ。私169センチですけど。背があって胸もあればいいけど、あんた胸はないし、
余計なお世話です。しかも前世はセミ。残念だね、猫にはモテるのにね。鼻は赤いわ、空は青いわ、私の気持ちは気にしてることをつきづきと。あのババ絶対許さね。レンタネコ屋です。そうですか。すぐ行きます。こんにちは。レンタネコ屋です。開いてます。どうぞ入ってください。どうしたんですか？お願いがあります。まみこちゃんを僕にください。は？お母さん。お母さん？僕たちは固い絆に結ばれて別れられない間になってしまいました。僕はまみこちゃんを愛してますし、まみこちゃんも僕を愛してます。この先どんなことがあろうと僕はまみこちゃんを守り抜きます。ですからお母さん、どうかどうかまみこちゃんを連れていくことをお許しください。でも家族の方たちは？もう話してあります。妻は猫アレルギーだから嫌だと言ったんですが、僕がどうしてもそこはお願いと言って許してくれなければ、僕はまみこちゃんと一緒に暮らすから君とは暮らせないと言ったら、やっと納得してくれました。そうですか。ですからお母さん、どうかまみこちゃんを僕にください。ちょっとすいません。どうする？君の意思を尊重するよ。どんなことがあってもこの子の最後を見とるって約束してください。必ず必ず最後を見とります。約束します。わかりました。責任持って可愛がってください。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。あれ？あ、行って。大丈夫ですか？
しびれました。お、穴ぼこ埋まったんですね。ああ、おかげさまで。あちゃった、あちゃった。あの子はね、素敵なおじさんにもらわれていったよ。おじさんの匂いが大好きなんだって。ママ、ママ、新しい靴下出してもらえますか？ママ。首に来てくれたの、嬉しいな。この家で優しいのはまる子ちゃんだけだ。行ってくるね。いい子にしてるんだよ。よし、はい、行ってきます。いらっしゃいませ。こんにちは。ジャポンレンタネコへようこそ。猫を貸してほしいんですけど。かしこまりました。私どもジャポンレンタネコではお客様にお貸しできる猫が A ランク、B ランク、C ランクと3種類ございます。対人、対物、自賠責保険が付き、A ランクは1泊2日で1万円、 B ランクは7000円、 C ランクは5000円となっております。お客様はどのランクの猫をお探しでしょうか？A と B と C の猫ではどう違いがあるんですか？ A ランクはですね、
ペルシャ、メインクーン、スコティッシュフォールドなど各種ブランド猫をご用意しております。血統書付きはもちろん、しつけはしっかりされておりますので、お客様の要望に沿った対応がなされるはずです。しかも名前を呼ぶと尻尾をピンと振るように訓練されております。 B ランクはミケ、キジトラ、サバトラなどブランドの中でも純日本産の猫をご用意しております。日本猫ですので名前を呼んでも振るほどの長い尻尾はございません。こちらもしつけはしっかりされております。餌は肉より魚が好みです。 C ランクは雑種です。それだけですか？と申しますと、 C ランクの猫についての説明はそれだけですか？説明は以上ですが、何か？どうして C ランクの雑種猫は他のランクより安いんですか？ C ランクは当社のものがたまたまその辺で保護した猫ですし、しつけもされておりませんので、お客様のお宅で粗相することもあるかと。あまりおすすめはできません。たまたまその辺にいたブランド猫だったとしたらランクは上がるんですか？は？その辺の猫が誰かにとって最高の猫だったとしたらランクは上がるんですか？私 C ランクの猫を A ランクの値段でお借りします。さようでございますか？さようでございます。わかりました。それでは。歌丸師匠、なんで、なんでこんなところに。師匠。あ、Cランク。ダメダメ、節電よ。ああまずい。ああ暑い。ああもうこんな暑くちゃ何もできん。涼しくなる方法ないっすか？ねえ。分かった。暑い時はもっとさらに暑いとこに行けば暑さを忘れるんじゃないか？
あれ？みんな、どこ行っちゃったんだろう。あった。置いてけぼりになるところだった。いらっしゃいませ、こんにちは。ジャポンレンタカーへようこそ。あの、ハワイください。ハワイ、どうしたら行けるんですか？お車を利用してくださったお客様に限り、抽選で1名様にハワイ旅行が当たります。お車を利用してくださったお客様に限り。じゃあ私車借ります。かしこまりました。私どもジャポンレンタカーでは、お客様にお貸しできる車が A ランク、B ランク、C ランクと3種類ございます。対人、対物、自賠責保険がつき、 A ランクは1泊2日で10,000円、 B ランクは7,000円、 C ランクは5,000円となっております。お客様はどのランクの車をお探しでしょうか？あ、デジャブ。なんで A ランクは高くて C ランクは安いんですか？ A ランクは主にベンツ、BMW、アウディなど各種高級会社を揃えておりまして、その乗り物。ちょっと待った。なんで何でもかんでもランク付けするんですか？うちの猫たちは C ランクかもしれないけど、どの子もとびきり素晴らしいです。猫？お客様困ります。我がジャポンレンタカーはペット禁止でございます。他のお客様の迷惑にもなりますから。いないけど、他の客なんて。私、C ランクの車を A ランクの値段でお借りします。さようでございますか。さようでございます。それでは、免許証のご提示をお願いいたします。何か。あなたは何ランク？私は、あなたから見て私は何ランク？
私は C ランクです。ジャポンレンタカーに勤めて12年。ここはお客様も少ないし、いつの間にか全ての仕事任されるようになって、ここ数年は私一人でこの支店を仕切ってます。めったに来ないお客様を待って、朝来て帰るまで一日中ずっとここで一人きりです。家に帰っても一人、私を待っててくれる人は誰もいません。世界から置いてけぼりを食らってしまったような。ネコ、寂しい人に猫貸します。猫貸しますけど。会社もブランド猫もそりゃあかっこいいけど、どれだけ持ち主に愛されるかが重要なわけで、どれだけ高価なものでも愛されてないと分かりますからね。車でも？もちろん。私のおばあちゃんは車に団吉って名前をつけて相当可愛がってました。中古でボコボコだったけど、エンジンかける前はいつも団吉今日も頼むよって声をかけて変わったおばあちゃんでもこんな仕事をしてるからでしょうか、いつからかいろんなものにランク付けをしてきた気がします。あの人はすごい大学に入ったからランクが高いとか、あの人はあんな高い服を着てて金持ちだからランクが高いとか、あの人は胸が F カップだから女としてのランクが高いとか。そう。じゃあ私は C ランクだ。私も残念あのお願いがあります。はい。一緒にランチしてもらえませんか。いいよ。よかった。このドーナツニューヨークで有名な店の支店らしくて、最近近所にできたんですけど、すっごく人気があって朝から行列に並んでゲットしたんです。せっかく並んだのに自分のランチ分だけ買うのなんか悔しくて、うん、思わずたくさん買っちゃって。どうぞ。いただきます。うん、うまい誰かと一緒に食べるなんて久しぶり。何それ。ん、その食べ方変子供の頃からドーナツの穴を食べるにはどうしたらいいのかなって考えた結果、この結論に至りました。ドーナツの穴食べると何かいいことあるの。え、特に。
この子お借りしてもいいですか？いいよ。じゃあこれにサインを。いいですか？はい、問題なしです。あのお支払いは？ドーナツごちそうになったから。いや、いいんですか？いいんです。でもあなた困りませんか？ん？生活とか。え？困ってるように見えますか？いやいや、やだ、もう全然困ってませんよ。私レンタ猫屋の他にもちゃんと仕事してますから。え、何を？テレビコマーシャルの作曲をしていますすごい。小さい頃から音楽だけは得意なんです。おお、すごいな。なんだ、あなた A ランクの人じゃないですか。ランク付けはもうやめましょう。あなたも私も胸は A カップで C ランクなんだから。はい。ああ、そうだ、これハワイ当たるといいですね。新婚旅行、神様。残念でした、よいしょ。お気をつけて。花は食べるものじゃなくて埋めるものです。え？心の中の寂しい穴ぼこはこの子が埋めてくれます。じゃあな。じゃあ。お前たち久しぶりに遠出だぞ。ニューヨークで有名だというドーナツは確かに美味しかった。でも正直言うと、子供の頃おばあちゃんが揚げてくれたドーナツの方が何倍も美味しいと思った。大きさはまちまちだったり、お砂糖のまぶし具合もものによって違っていたり、それこそ C ランクのドーナツだった。でも私にとっては誰が何と言おうと、おばあちゃんのドーナツの方がうまかった。もう二度と食べることはできないけれど、きっと誰かにとっての大切なものは、それがどんなものでも一番なんだと思う。
出たね。よっ。夏はそうめんに限るね。おーい、お前たち食べるか。うわ、こんにちは。夏の日の一人そうめん、むなしけり。大きなお世話です。ほらわかいもん、ほらわおいもん、わかるもん。あの子は絶対許さねえ。はい、レンタ猫屋です。そうですか、わかりました。いらっしゃいませ、こんにちは。ジャポンレンタカーへようこそ。こんにちは。あはっ、待ってたんですよ。何？実は、あの後、私初めてジャポンレンタカーで車をレンタルしたんです。あなたが車で去っていくのを見て、ああ、たまにはドライブもいいかなって。不思議なことに、私12年もレンタカー屋に勤めていて、一度も車借りたことなかったんです。それでね、あの抽選くじ引いたら当たっちゃったんです。ハワイ。え、明日から行ってきます。だからこの子一旦預かっていただきたくて。すごいです、本物の招き猫でした。ありがとうございました。あ、でも帰ったらまたレンタ猫させてくださいね。またね。だけど私がハワイに行ったら、猫たちのご飯は誰があげるのだろう。猫たちのトイレは誰が掃除するのだろう。だからやっぱり新婚旅行は1泊2日。
熱海でいっか。それではこのままカリカリがいいか缶詰に切り替えた方がいいか挙手をお願いします。カリカリがいい人。では缶詰がいい人。そうですか。皆さんどちらでもいいってことですか。歌丸師匠、本当にどちらでもいいのですか。皆さん、何でもかんでもどうでもいいんじゃなくて、確固たる意志を持ってしっかり主張してください。世の中に無関心でいることほど愚かしいことはないのですよ。ちょっと。まだ集会終わってませんよ。ちょっと。どうしよう。見なかったことにするか、今すぐ掃除するか。よし、見なかったことにしよう。はあ、今日も暑いな。やっぱり暑い日は麦茶だね、おばあちゃん。中学生の頃、学校からの帰り道で遭遇した猫の集会はとても奇妙なものだった。お金持ちの家の大きな門の前で行われていたその集会は、片目が潰れていたり、足が3本だったり、ところどころ毛がなかったり、そんな猫たちの集まりだった。みんな何か言いたいことがあるような顔をして、ただそこでじっとしていた。猫たちは
人間には通じない言葉で一体何を語り合うのだろう。は？何ですか？あの、君もしかしてジャミ子さん？違います。いやいや、ジャミ子さんでしょ。知りません。久しぶり。俺覚えてない。吉沢です。宮本中学出身でしょ。一緒だったよね。ねえ、猫貸してよ、今日一日だけ。レンタルしてるんでしょ、この猫たち。できたら女の子がいいんだけどな。今日はこの中に女の子はいないから。そっか。せめて最後の夜くらい女の子と一緒にいたかったんだけどな。たとえ猫でも。最後の夜って？明日インドへ立つんだ。行方不明のおじさん探しに行く。20年前に行ったっきり帰ってこなくて、すっごい仲良しちゃったのにさ。嘘ばっかり。バレた。嘘つきはったりの吉沢。なんだ、やっぱり覚えてたんじゃん、保健室のジャミ子さん。ふん。あ、ねえ、行っちゃうの？寂しい人に猫貸すんでしょ。俺今超寂しいんだけど。おい、いいとこ住んでるね。なんで、なんでそのとこにいるの？お邪魔してます。つけてきたのか、変態。猫を貸してもらおうと思ってさ。女の子の猫。ダメ、あんたには貸せない。なんで？嘘つきの変態に貸せるわけないでしょ。ひどいなぁ、嘘つきの変態だって。寂しい時は寂しいのにな。この子と
茶。こういう時お茶とか出すんだよね。ついね。うん。暑い日って言えば何？麦茶。ブー、残念。ビールだよ。暑い日って言えばビールって決まってんの？ないよそんなの。ずずしいな。ない？え、ないの？ないよ。ビールなんて飲まないもん。ビールを飲まないなんて、ビールを飲まないなんて、夏にビールを飲まないなんて、そんなの夏の3分の2を楽しんでないってことだよ。そこまで？分かった、ちょっと待ってて。おい、ジャミ子、響きうるさいぞ。あ？なんだよ。またサボってんのか？違うよ、ちょっとだるくて。この間精密検査したら白血病の疑いがあるって。嘘ばっかバレた。ちょっと昼寝。嘘つきはったりの吉沢。ジャミ子がベッドに張り付いてるとこ見るとほんとジャミラみたいだな。はあ、ああ暑い暑いな。暑い日といえば何？麦茶。ブー、残念。じゃあ何？ジャミ子知らないの？何よ。よし、ちょっと待ってて。待たせ。ああ。な、暑い日はビールだろ。うん。なんであの頃ジャミ子はいつもいつも保健室にいたの？別に頭悪くて勉強ついていけなかったし、なんかとにかく眠かった。俺羨ましかったんだよね。ジャミ子いつも保健室のベッドに張り付いてさ、
すやすやいびきかいて寝てて、何にもしがらみないみたいで。しがらみもなかったけど友達もいなかった。それは俺も嘘つきはったりだから。でも友達なんかいなくてもジャミ子は寂しそうじゃなかったな。うん、おばあちゃんがいたからね。そっか。そっちは今何やってんの？泥棒。ジャミ子は？私はれっきとしたレンタ猫屋です。相変わらず変わってるよな。稼げんの？もちろん。年収1億。マジで？嘘。だよな。取るもん何にもない感じ。ねえ、あれ何？猫たちのお墓。へえ。美代子、幸子、翔太郎、ガンちゃん、マサラ、ポチコ、木村くん、カワチン、アコちゃん、ゴマコ。何それ？死んだ猫たちの名前。全部覚えてんの？もちろん。はあ。あ。何？でっかいアリの穴。あ、ちょっと、なんでそんなことすんの？何が？え、何がって、そんなことしたらアリがかわいそうじゃん。いや、だってアリの穴見たら普通埋めるでしょ。いや、あんたの普通はみんなの普通ではないの。そんなことしたら帰る場所がなくなっちゃうでしょ。俺も帰る言えない。ねえ、俺がインドに行っても俺のことを覚えててくれる？だってあれは嘘でしょ。例えばの話だよ。例えば俺がインドに行っても俺のことを覚えててくれる？さあ、それはどうだろう。帰ろ。猫は？返せないからいいや。それにここで一緒に入れたし。じゃあな、ジャミ子。埋めなきゃいけないのはアリの穴じゃなくてあんたの心の穴ぼこだぞ。ねえ、ジャミ子って本名なんていうの？さよこ。へえ、ジャミ子ってさよこって言うんだ。覚えておく。今年こそ結婚するぞ。これで選ぶ。またねって言っておいて、きっともう二度と会わないだろうなって思う人がたまにいる。おばあちゃんとの最後の別れも、またねだった。どう？
当だ、暑い日はビールだ。夜分失礼します。こういうもんですが、この男がこの辺に現れたっていう情報がありまして、吉田茂、瀬戸の常習犯です。ほら、暑い日はガリガリ君だろ。どうしたのこれ。近くの駄菓子屋でパクってきた。ほんとだ、暑い日はガリガリ君だ。だろ。私はとってもダメな中学生だった。忘れたい過去だ。でもおばあちゃんはいつでも私の最強の味方だった。おばあちゃん、猫の優しさでも埋められない穴ぼこがあるのかな。なんだよ、元気ないね。また男に振られたか。またってどういう意味ですか。たまには我慢しないで泣いてもいいんだよ。あ、その顔ブス。塩でもつけて食べな。花は赤いわ、空は青いわ、私の気持ちは。あの時のガリガリ君も盗んだものだったのだろうか。
ばあちゃんが死んだ後、心にぽっかり穴が開いてしまった。おばあちゃんが死んでしまったというのに、毎日ムカつくほど眩しい朝がやってきて、バカみたいに一日三回お腹が空いて、しつこいくらいに日が暮れると月が昇って、吐き気がするような春が終わり、くるっと夏が過ぎ去って、悲しみがいっぱいで塞ぎようのない心の寂しい穴ぼこを少しずつ埋めてくれたのは猫たちだった。ちょっと何すんのよ。おい猫ババア、猫貸せ。なんだとお前、それが客に対する態度かよ。女性に対してお前なんて言うな。なんで。もうそういう時代は終わったの。女の子にモテたかったらお前なんて言っちゃダメ、分かった。お前にお前なんて言われる筋合いはないのだよ少年。さあ抜いて、仕事の邪魔。あら何、もしかしてあんた寂しいの。はあ寂しいんでしょ。寂しいから猫貸してもらいたいんだ。別に寂しいなら寂しいって素直にそう言えばいいのに。何言ってん。いいよ、お姉さんの胸でお泣きぎゅーしてあげるから。どうしようもなく寂しい人がいっぱいいる。救われない悲しみがたくさんある。だから今日も寂しい人に猫を貸そう。心の穴ぼこを埋めるために。